If we lose it all, slip and fall, we'll laugh at me. 俺にはヒストリアを犠牲にする覚悟がない。どうすればいい。こんなこと誰にも。あなた方と同じユミルの民です。壁の王よ、今すぐ壁に攻めてきた巨人を殺してください。妻や子供たちが、壁の民が食われてしまう前に。待ってください。俺は化け物かもしれませんが、こいつは関係ありません。無関係です。瞬間はもう間もなくです。エレン、もうすぐだ。あともう少しで俺たちの夢が叶う。もう少しで。敵の巨人、そんなところでやられたのか、ピークちゃん。一発限りの騙し討ちですよ、マガト元帥。
エレン、もう止まってくれ。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。脊髄液を口にしてしまったんだ。叫ばないでくれジークさん。あんたにこのまま黙って死ねと言うつもりはない。ファルコが叫びの範囲から出るまで待ってほしいんだ。その後で好きなだけ殺し合ってくれ。マーレ人もエルディア人も好きなだけ殺せばいい。でも弟は巻き込まないでくれ。コルト、弟を思う気持ちはよくわかる。残念だ。離せ。大丈夫だファルコ、兄ちゃんがついてるからな。脊髄液をよこせ。あと少し遅かった。終わったのか。もうエレンは始祖の力は使えない。俺たちは務めを果たした。鎧を引き継ぐのはこい。
打撃だけで十分だ。壁を失ってまで攻撃するなんて、我に集結した連合軍を潰すだけなら、それだけならこんなに。全てのユミルの民に告ぐ。今エレンの声が。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。